2000XX 年、史上初、女子厚生総理大臣となった春日部紬首相は、ラディカルな若者、子供政策を掲げていた。その柱が、高齢者集団自決推進法、だった。高齢者に自決してもらうことで、医療費や年金といった社会保障の支出を抑え、浮いたお金を現役世代、子供世代へ振り分けるというものだ。例えば日本の一人当たりの生涯医療費は約2800万円だが、そのおよそ半分は70歳以上になってからかかる費用だ。つまり70歳以上になった高齢者が全員自決すれば、現役世代の医療費は全て無料にできる。また、公的年金受給者の年金総額は約56兆円だが、すべての受給者が自決すれば、当然全額不要になる。これを児童手当に振り替えれば、児童手当は月に31万円も増額できる。その他、各種の高齢者向け公的支出についても同様だ。加えて個人間で見ても、60代以上が持つ1200兆円に上る個人金融資産の大半が現役世代へ相続されることになり、現役世代は何もしなくても、資産を2倍以上に増やすことができる。春日部紬内閣のこの革新的政策は、若手コメンテーターやインフルエンサーに受け入れられ、若者から全世代へと、瞬く間に支持を広げた。日本の未来のため、子供たちのため、高齢者は自決することこそが正しい行為であり、愛国的行為であるとの空気が出来上がった。ねえお父さん、いつ自決してくださるの？いや、わかってはいるんじゃがな、なかなか死にきれなくてな。もう、いい加減にしてください。あんまりしつこく言いたくありませんけどね。私にだって世間体というものがあるんですよ。老害をかくまっているって、後ろ指を刺される私の身にもなってください。我が家の恥です。巫女の教育にもよくありません。そうじゃの。明日あたりちゅるかの。明日ですね。絶対ですよ。まったく、ボケじじいが。いよいよか。寂しいの。おじいちゃん、今大丈夫？おう、巫女ちゃんか。大丈夫だよ。お母さんからおじいちゃんが明日釣るって聞いて、それでお別れとお礼を言わなくちゃって思って。紹介、巫女ちゃんは優しいね。おじいちゃん、巫女が小さな頃からよく遊んでくれたし、巫女はおじいちゃんが大好きだよ。おじいちゃんがいなくなるの巫女悲しいよ。しくしく。そうじゃの、いろいろ思い出すの。明日はおじいちゃんが釣ってから冷たくなるまで、巫女がずっと手を握っていてあげるね。ありがとうね、巫女ちゃん。嬉しいよ。おじいちゃんがいなくなった後もどうか元気でね。幸せになっておくれね。